サルバトーレ・スキラッチはイタリア・パレルモ出身のサッカー選手。選手時代のポジションはフォワード。トトのニックネームで親しまれた。イタリア語の発音により近づけた表記は、スキラッチとなる。元イタリア代表。1981年に地元のアマチュアクラブ、アマット・パレルモでデビュー。翌シーズンに ACR ・メッシーナへ移籍し、クラブのセリエ B 昇格に貢献。 自身も1988から89シーズンのセリエ B 得点王になり、その活躍が認められてセリエ A ユベントスへ移籍し、1989から90シーズンのリーグ戦で15得点を挙げる活躍、また同シーズンの UEFA カップ優勝に貢献した。この活躍によりイタリア代表に選出され1990年3月31日の スイス戦で代表デビューを果たし、その2ヶ月後に開催された地元でのイタリア W 杯では、グループリーグ初戦のオーストリア戦で、後半30分過ぎから出場し、決勝ゴールを奪い、第3戦のソビエト戦からは、以降不調のカルネバーデに代わって、先発出場し、3位決定戦となったイングランド戦でも1ゴール1アシストを決め、イタリアを3位へ導いた。 グループリーグ第2戦以外のすべての試合でゴールを決め、7試合で6得点を記録し、得点王となるとともにゴールデンボール賞を受賞。この時の活躍で、ととと、あだなされた。この活躍で1990年のバロンドール投票では、第2位になった。しかし、その後は故障などもあって不調に陥り、1992から93シーズン、インテル・ミラノへ移籍。 そのシーズンはリーグ戦6ゴールに終わった。1993から94シーズン、開幕から3試合連続ゴールを決めるなど好調なスタートを切ったが、11月から故障のため長期離脱。3月に復帰し、第28節のミラノダービーでは途中出場から同点ゴールを決め、第29節のジェノアセンでも2試合連続にして、セリエ A でのラストゴールを決めた。 チームは UEFA カップで勝ち上がっていたものの、中山正史が負傷を抱えていたこと、開幕前に契約したアリダエンが3ヶ月経っても、イランからの出国を許可されない状態であったため、ジュビロが強く要望し、契約期間を半年前倒しして、チームを離れた。1994年4月15日にメディカルチェックを受け、チームと契約。 4月18日に入団会見が行われジュビロ岩田に入団した。1994年4月30日のベルディ、川崎戦で J リーグ初ゴールを決めた。1995年シーズンは同年6月28日のカシレーソル戦でハットトリックを達成するなど、スキラッチも31得点まで伸ばしたものの、第20節を最後に不勝離脱。 得点王争いで2位の福田正宏はコンスタントに得点を重ねた。その時点で27得点だった福田は、第25節で31得点目を決め、残り1試合でスキラッチに並んだ。最終節で福田に逆転を許し、1点差で得点王のタイトル獲得はならなかった。福田のゴールのうち14点は PK によるものである。 また同年の J リーグカップでは、決勝のベルデー戦では、無得点に終わり、優勝を逃したが、1回戦の平塚戦で2ゴール、2回戦の横浜 F 戦でも2ゴール、準決勝の横浜 M 戦でも1ゴールとジュビロの全、ゴールを1人で上げ、決勝進出の立役者となった。1996年5月15日のベルマーレ、平塚戦でもハットトリックを達成した。 1997年4月19日のセレッソ大阪戦でゴールを決めたが、その試合以降腰痛が悪化して帰国。そのまま岩田を退団して現役を引退した。在籍中は特にエスパルスとのダービー戦で活躍、7試合で11ゴールを決めた。引退後は地元のパレルモでサッカースクールを開設している。また、イタリアのリアリティショーに出演して、 人気を集めた。2008年、中田秀寿氏が主催した特別試合、プラス1、フットボールマッチに出場した。また2016年に、日本で開催された、チャリティーマッチにユベントスレジェンドの一員参加として、出場、1ゴールを挙げた。ありがとうございます。